弥生科学プレゼンツ教えて壁紙のこと。この番組はインテリア用接着剤の総合メーカー弥生科学の提供でお送りします。こんにちは、安田美沙子です。今週からはゲストを迎えしてお送りします。といっても数十秒前までお声が聞こえておりました、シンガーソングライターの臼井みとんさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい。なんかちょっとかなり新鮮な感じですね。ちょっと不思議な感じもありますよね。スタジオでこうやってね、向かい合ってお話しするというのも、嬉しいです、はい。今年の春にはみとんさんのご実家であり作業スペースでもあるお宅の邪魔していろいろとお伺いしました。ありがとうございました、はい、こちらこそわざわざお越しいただいてありがとうございました。いや、すごい素敵なお家でした。ありがとうございます。作業スペース、はい、お部屋、お手洗いまで、うん、そして壁紙やインテリアと こだわりにあふれていたおしゃれなお家でしたけども、はい、改めてみとんさんにとって、うん、家とはどんな存在ですか？そうですね、まあ、現実的には、うん、結構いろいろもちろん妥協点はあるものの、はい、なんだろうな、この自分のこの価値観とか美意識とかをこの象徴するような存在でありたいなというふうには思ってますね、はい、ただいろいろこのもちろん予算の関係だったりとか、はい、ね、なんかこの機能面だったりとかで、うんうんうん、やっぱりこのいろいろ妥協するところみたいなのはあるにはあるんですけど、はいはい、それでもなんかなるべくこの自分のこの感性とか好きなものみたいなものになるべく囲まれていたいっていうような気持ちはありますよね、うん、いやなんかやっぱ影響を受けました、はい、それぐらい詰まってるなっていう感じがしたんですけども、ありがとうございます、はい、ミトンさんは毎週この教えて壁紙のことの終了後に、はい、番組で取り上げた内容をもとにインテリアに関するお話をしてくださってますよね。はい、こうみとんさんが今壁紙やインテリア全般でこんな風にリフォームしようかなとか、ここを変えたいなという風に考えられているのはどんなところでしょうか？美沙子さんに来ていただいた僕の実家のリビングで、うんうん、見ていただいた通り壁紙が剥がれかけてるところがありましたね、まあ、古い実家あるあるかもしれないですけど、はい、やっぱりなんかちょっとこう破れて剥がれかけてるところみたいな、うん、あれをまずはなんとかしないといけないというふうに思っていて、はい、なんかちょっとこの色とか柄とか少し変わったものにチャレンジしてみたいなっていうのをすごい考えてるところですね、はい、ちょっとね、うん、なんかこの今考えてるのは結構その一面だけ、はい、例えばワインレッドとか、うん、素敵、なんかグレーとか、はい、ちょっとこの落ち着いた色合いで、はい、でもちょっと深めの濃いめの色の壁紙を貼ってみようかなとか、はいはい、そういうことをちょっと考えてるんですよね。ミトンさんはアクセントカラーやアクセントクロスを取り上げた際に、うん、はい、ご興味があるとおっしゃってましたけども、うんうん、壁4面のうちの1面を変えるだけでお部屋の雰囲気が変わりますが、はい、うん、やっぱりグレーとかワインレッド、ワインレッドとかね、そういうのがいいですかね。あとはちょっとそのせっかくなんで、うん、やっぱり壁紙だからできることっていう意味では、はい、ちょっと柄が入って売ってるものとか、うんうん、うっすらどんな柄がいいんだろうっていうのがありますよ ね、あ、なんだろうな、今自分が考えてるのはペイズリーとか、うっすらペイズリー柄とか入ってたらすごくいいなって。もともと僕ずっと、はい、どちらかというと塗っちゃう派だったんですよ。壁紙よりもその壁を塗る、あ、色を塗る派だったんですね。色塗っちゃう派だったんですけど、海外風だったんですね。そうそうそう、なんですけど、はい、この番組で、はい、あ、いろんな壁紙あるんだなってことを知って以降は、あ、そっか、壁紙だからできることっていうのもいろいろあるなと思って、ペイズリーもそうだし、はい、うん、あるいはそのなんだろうな、うっすらそんなにはっきりとはしてない同系色でのストライプとか、おしゃれ、ね、同系色のストライプ、そうそう、ちょっとなんか濃淡がついてるくらいのストライプとか、はいはい、同じ色の、そうですね、だからワインレッドのちょっと濃いめと薄めとのストライプとか、はい、結構いろいろできることあるなって思って、面白いですね、はい、なんかこう人によってそういう風に捉えてアウトプットできるんだっていうのが、うん、もうすごい影響されてくださってるんですね。そうなんですよ、めちゃくちゃ影響されてて結構ね、お店とか入っても、はいはい、壁紙気になっちゃって、
もうこの間近所の中華料理屋入ったら金ピカの壁紙で、はい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 、それがなんかあの中国の昔のなんか宮廷の中の様子を描いてる、うん、なんか金色のエンボスの壁紙があってはいはいはい、はい、こんなのあるんだと思って、もう触っちゃいそうですよね。そうなんですよ、ボコボコしてるとかね、ボコボコしてるし、はいはいはい、なんか壁紙ってその当然ですけど横幅に限度があるわけじゃないですか。そうですね、だからそのなんだろうな、はい、切れ目っていうか継ぎ目みたいな部分が生じるじゃないですか、うんうんうん、そうですね、柄物ってそこがちょっと難しい、処理が難しいところだったりすると思うんですけど、つなげるのかつなげないのか。そうなんですよ、その中華料理屋の、はい、その金色の聞きたい、はい、壁紙はその継ぎ目のところで、はい、絵が不自然に途切れないように、はい、ちゃんとつながるようになってるんですよ。なんかつなげてないのかなって今期待しましたけど、つながってたんですね。だからエンドレスに宮廷の様子が描かれるっていう、すごい、こんな壁紙あるんだと思って、ちょっと美術館のような雰囲気もあって、そうそうそう、もうね、すごいです。後で写真お見せします。見たいです。もう思わず撮っちゃいました写真を。もうそこのお店もこだわりが多分すごいそこにあったんでしょうね。そうなんですよ、すごくね、だからもうどこ行っても壁紙が気になる、はい、もうミトンさん の, あの洋服でさえ壁紙に見えてきました、はい、これ壁紙じゃないか、柄だから柄がね、もうね、確かに縦に柄が入ってると、ミトンさん周りのが壁紙着てるみたいな感じ、壁紙着てるように見えてきました、はい、着る壁紙っていうちょっと壁紙の可能性無限大ですよね。そうですね、面白い、すごい今気になってます僕、嬉しいです、はい、もっともっとお聞きしたいのですが、はい、来週もですね、臼井ミトンさんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。この番組は TBS ラジオの公式 YouTube チャンネルでも聞きいただけます。放送の音声とともにスタジオやロケの様子も見れちゃいますので、ぜひチェックしてください。では最後に壁紙を題にした壁紙川柳の優秀作品を発表しちゃいますよ。ラジオネーム11さんからの作品です。壁紙を変えてお部屋で旅行気分。どんな感じになったんだろう。ホテルかな、リゾートっぽい感じですかね。それともデジタルプリント壁紙を使ったもう写真っていう感じの風景なんですかね。こう壁紙で旅行が味わえるなんて素敵ですよね。弥生科学プレゼンツ教えて壁紙のこと。この番組はインテリア用接着剤の総合メーカー弥生科学の提供でお送りしました。